問を受けいたします。すいません、毎日放送です、うん、あの、はい、大阪市内のクリニックで、抗体検査をして、でそれで、まあ、あの新型コロナに感染してるか感染してないかを判断するみたいなことを始められるところもあるみたいなんです、うん、先生ってどのように。いや、もうあの大歓迎で、今それをやれるように、今こちらとしても、これは健康局保健所で、そのどのキットが一番正確に出て、でそれは誰がやってもらえるのか、そういうこうクリニックやってくれるというところあるんなら、どんどん我々後押ししたい。僕のところにそういうクリニックが、やってくれるという情報はまだ来てないんでね。ちょっと今それ教えてよ、そのクリニック一回それやったら、あの健康局訪ねさせて、どういう形で、やれるのか、で我々行政として支援できるのか、で普通のクリニックでそれができるんならそれ広げていきたいと思ってます。あの専門家の皆さんに聞くと、抗体を持つと完全にうつらないということにはならないけど、うつりにくい、重篤化しにくいということがあるらしい。あのこれ僕は専門家じゃないから、 もちろん専門家の皆さんの話を聞けばね、うつりにくい、重篤化しにくいであるなら、その人たちがどの程度大阪にいらっしゃるのか、ね、知らん間に移って抗体を持ってる場合あるということなんで、それは徹底的にそれちょっと、どの程度の方々が抗体を持っているのかっていうのは、これコロナの第2波第3波に向けても、そういうこうエビデンス必要だと思うから、うん、ぜひそういう、それを取り組んでくれるというところは我々どんどんバックアップしたい、我々もそういう形をし、そういうものはしたいと、実行したいというふうには思っています。一方でやっぱりその、まあ、信頼性というか、そのあたりはまだ不透明なところもやっぱり、今聞いてるところではなかなか信頼性が低い、 PCR に比べたらだいぶ低いということなんで、間違った結果出ると、対応にがまた間違う可能性あるということなんで、慎重に、捉えているということです。あのアマガッパーを昨日から病院に本格的に配布されているということなんですけれども、うん、病院の方は確かに足りないところもあるということで喜んでいらっしゃるところもあると思うんですけど、うん、一方でですね、介護の、まあ、僕最近ちょこちょこ言ってますけど、介護の現場ではもう自らアマガッパを買ってですね、自分たちで防護してらっしゃるような人も結構いらっしゃるそうで、うん、介護の現場にも、まあ、どんどん配るというふうに、まあ、前の市長も配ることもあるというふうにおっしゃってたと思うんですけども、福祉局の方でですね、そういう今病院にニーズを聞いていることは健康局でやってらっしゃると思うんですけど、福祉局の方でそういう介護の現場にニーズをこうお伺いするような仕事で、それ情報収集やってると思うんですけどね、福祉局にもそう伝えてるし、介護の現場で今回は要は防護服代わりの雨がっぱになってる、以前、消毒液が不足してるときは、これはもう福祉の現場に、全て聞き取り調査して、消毒液を、消毒液を全施設に対して、支給給付していったんでね、うん、それはもう福祉の現場はもうクラスターを切るともう本当にそもそもが基礎疾患ある高齢者入ってるわけだから、うん、だからそこは命を落とす可能性が非常に高くなるんでね、福祉の現場もそういう感染予防のための我々支援というのをやっていくという方向で、福祉局にもそういう指示はしております。
かございますでしょうか。それでは終了いたします。それでは政務に移ります。質問のある者はありますでしょうか。よしです。読売新聞の質問、うん、昨日まあ、大阪市の場合のツイッターでも、まあ、発表されてましたけども、まあ、美濃市議2人が、まあ、除名になったということで、まあ、これ代表者の説明。いやもうね、もう本当にね、まあ残念というより、まあそういう人もやっぱりいるんですよ。うん、あの選挙の時は身を切る改革って、これ身を切る改革は維新の会のもうとにかく一丁目一番地の政策です。政治家が自らのもうあまりにも優遇厚遇されてる立場にありすぎるからね、ありすぎるから要は行財政改革っていうのはこれ。もうできない、わけで、まさに我々はあまりにも優遇厚遇されすぎてるその政治家の身分を見直す。でそのことによってもう役所もちょっとピリッとね、メタボでもう緩んでるところ、なれ合いもたれ合いの、まあ、そういう形での、各種団体でのお付き合いとか、それから天下り先をたくさん持ってるとかね、でもう 楽な仕事したいがために、人が増えすぎてるとか、そういうところをメス入れてきて、今、まあ、大阪府も大阪市も、まあ、今回コロナの対応するための財政基金も積み上げたわけだ。だからその第一のスタートは自らの身分をもう少しだけやからね、2割やから、カットするのは約束は、その2割すらね、もう当選したらやらん。まあまあそういう人を公認してるのはまあ僕自身なんでね、もう本当にもう有権者の皆さん、住民の皆さんに申し訳ない限りですけど、やっぱり最初はみんないいこと言ってね、やるやるって入ってきて、当選したらやめると、そういうことはもうまあよくそういう人たちが言う能書きの中に、あまりにも、その身分削るといい人材が集まらんとかね、いやお前が一番ええ人材ちゃうかったと嘘つきやないかいと思うんでね、たかが2割なんで、うん、大阪府議会も3割カットしてるけど年収は1000万です。1000万、これはもうね、朝日新聞よりは低いかもしれんけどね、朝日読売よりは、でも毎日と産経よりはちょっと高いんじゃないの。1000万は、うん、十分やってくるよな、1000万あったら、うん、3割カットしてもよ、うん、だからもうそういう中で2割カットすらやりませんっていうね、まあでもそういう人はもうね徹底的に表でね、もう嘘つきあいうことをね言っていきます。これもそういう人を公認してこの人に何とか1票を託してくださいって言ってきた我々の責任でもあるから、うん、これはもうね選挙の前をね全部発表します。次の統一地方選挙前にこういう人はこの人こういうことでしたよということをね全部ネットで発表してね、もうそういう嘘がまかり通るとかね、そういうこう正直者がバカを見るとか、もうそういうのはもう絶対に阻止したい、こう思ってます。彼らの、契約書も書いてるからね、公認するとき、うん、本当残念で仕方ない。美濃やったらね、大体、1000万超えるぐらいですよ、司会議員。2割カットしてもね、800万円は超えてるから、うん、まあ、それでもやらんからね、本当に残念な話です。